はい、こちらなんですけれども、昨日日曜日ですね、宮島厳島神社社殿の回廊部分がこのように冠水し、午前中およそ1時間ほど拝観が中止になったということで、こうして神社の担当者の方も急遽対応に追われていたそうなんです。こちら山本さん、はい、月の満ち欠けとも関係があるんですか？そうですね、ちょうどあの大潮の時期とそして満潮の時間が重なってこんなような状態になってしまったと思うんです、そして今ちょうど1年でも一番こう潮位の高い時期ですからね、全てが重なってしまってちょっとこんな状態になってしまったんだと思いますね、はい。